小林隆氏は、日本の元検察官で弁護士。大阪地方検察庁検事制在任中、懲戒処分を受け退官した。1974年京都大学法学部卒業。司法修集第28期終了。1976年4月検察官任官。2004年1月奈良地方検察庁検事制。同年12月在校検察庁検事。 2005年9月前橋地方検察庁検事制。2007年6月大阪高等検察庁、自席検事。2008年7月最高検察庁公安部長。2010年1月から大阪地方検察庁検事制を務めた。同年9月21日、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件が表面化。9月22日、 前立根彦の証拠改ざんを隠したとして、三井玉城から証拠隠密の罪で告発された。同年10月21日付で、三井からの告発に対しては、不起訴となったが、逮捕された、元大阪地検特捜部長、大坪行動、元副部長、佐賀元明元検事、前立根彦に対する監督責任を問われ、法務大臣から言及100分の10、4ヶ月の、 紹介処分を受けた。翌10月22日に、医学退官した。2011年2月22日付で、日本弁護士連合会に弁護士登録を認められ、大阪弁護士会に入会。同年代、小林法律事務所弁護士。2013年11月半急半神ホテルズメニュー表示の適正化に関する第三者、委員会委員長。 2017年4月積水ハウス監査役、同年6月産業特殊成功取締役。同年9月、東京都品川区西五丹田の老舗旅館、海機関をめぐる、地面師詐欺事件の調査対策委員会委員。同年、新倉明元大阪地方検察庁刑事部長らと、大阪広域性コンクリート共同組合弁護団の結成に参加。 関西電力コンプライアンス委員会社会委員も務め2018年には関西電力調査委員会委員長として森山英二高浜町元助役による岩根茂木社長らへの金品提供について調査を行ったがらた豊志原子力規制委員会委員長から組織として事態の解決に動くべきと関西電力の組織対応が批判を受けたまた調査にあたって 森山本助役から聞き取りをせず、一方当事者の言い分のみを記したことについて、記者会見で指摘されると、そこまでは思いが至らなかったと弁解した。その後、TBS テレビ報道特集では、関西電力のコンプライアンス委員会について、隠蔽のための作戦会議と化しているとする内部、告発文書が紹介された。ありがとうございます。